天と地とは、海音寺長五郎の歴史小説。戦国時代、天才的な軍略の際で、越後国を統一し、海の国の武田信玄と名勝負を繰り広げた、上杉謙信を描く。1960年から1962年まで、週刊朝日史上で連載された。上杉謙信の首相から実ッに疎まれながら、成長した少年時代、年少のみで、 花々しい軍港を挙げて、越後の統一を成し遂げ、天才的な武将として、なお轟かせて、関東関領に就任し、宿敵、武田信玄との最大の戦いである川中島の戦いに至るまでを扱う。海音寺は謙信を主人公にしたことについて、川中島の戦いは古来、文学として数多く取り上げられているが、ほぼ全てが、 武田側からの視点で描いたものであり、上杉側から描いたものは目にしたことがなかった。未開の野を開拓する気持ちも込めて、謙信を取り上げることにしたと語っている。かねてより海い恩師は、日本人に日本歴史の常識を持ってもらいたいという考えを持ち、歴史の真実を伝えることに主眼を置く、自伝形式の作品を多数執筆していた。 その代表作が武将列伝であり、この作品の連載で信玄を取り上げたいと依頼されて、その実績を調べめたものの、調べるうちにライバルである剣信の持つ魅力に強く引き付けられるようになった。武将列伝の中で謙信を書きたいと思ったものの結局その機会は訪れず、連載終了から数年後に、週刊朝日編集長の田中リーチから、 連載小説の仕事を打診されたことにより、謙信を主人公にした小説を執筆することとなったという。1969年には NHK 大河ドラマ第7作、天と地ととしてテレビドラマ化された。また1990年には角川春樹事務所により映画化され、この映画の公開連動企画としてテレビドラマ、天と地と霊明編も制作された。 2008年にもスペシャルドラマ化され、テレビ朝日系列で放送されている。エチ国の守護代、長尾田メカゲの子、トラチは、出生の経緯から実施であるかを疑われ、父の愛情を受けることなく成長した。不遇な幼少期を過ごしたトラチであったが、しかし長寿につれて金字が目を見張るような、聡明な少年に育つ。ことに負けん気が強く気に入らないことは、 自然として跳ねつける気象と、道理に合わぬことは、子供とは思えぬ、咲かしさで論爆する利発さは幼いながらも、英傑の偏鱗を伺わせた。が、ためかげの態度は変わることはなく、幻服して、騎兵に影虎と名乗りを与えた後も息子を、うとんじ続け、何かと理由をつけて身辺から遠ざけようとし、ついには、巨城の春スガ次郎から追い払った。やがてためかげは、 隣国越中での戦で戦死し、その後を、着難の晴れ景が継ぐものの、ほどなく同族の長尾都影が、晴れ景の守護大衆人に不満を持ち反乱を起こした。凡庸な晴れ景の器量を危ぶむ声は、従前より囁かれており、都影が決起するや多くの豪族がたちまちその期下に、随従した。越後は、分裂状態に陥ったものの、大河な晴れ景は主食に枠出して、 家臣の勇めも聞かず、当案の生活にふけるばかりであった。一方、影虎は、越後随一の有力者である、宇佐美貞幸に引き取られ、彼のもとで兵学の教授を受け、次第に、軍略の才能を開花させてゆく。貞幸の城に寄遇する中、影虎は、貞幸の娘ののみとも知り合い彼女に心を惹かれるが、不器用な性格から、胸の内の思いを伝えることができなかった。 一通り兵学を治めた後、諸国巡歴の旅に臨んだ影虎は、海の国において、国主、武田晴信の行列に遭遇する。若くして、死後の座につき、すでに名称として諸国に名を知られたその勇士は、影虎の心に強く焼きついた。若き影虎に内乱を沈めうる大気を見出した、貞行は、決気を解き、影虎は貨兵をもって年影相手二軍を挙げる。 戦上手で、知られた、年影であったが、影虎はこれをまるで手玉に取るかのようにして鮮やかに、打ち取った。ウ人を見事な戦勝で飾った影虎に、世上は驚嘆し、軍神美写門天の申し子ではないかと言いさざめえた。年少のみで、花々しい軍港を挙げた、影虎の評判は国を大安ばかりに広まるものの、兄の晴れ景はこれを快く思わずその名声をそねみ、 ついには暗殺者を仕向けるも影虎は過労じて難を逃れる。父に愛されない上に兄にまで殺されかけた我が身を影虎は外嘆するが、貞行きは今こそ晴れ景を追い落として守護大の座に着くべきとこぶし影虎は兄と戦うことを決断する。そのノウリには甲斐の守護となるためジップを追放したかの武田春信の姿があった。晴れ景の軍を破った影虎は兄を隠居させ、 春日山ヤに京を構えて、抵抗勢力も鎮圧し、越後の再統一に成功する。織氏も、守護の上杉家に人が耐えていたこともあり、影虎は守護職に就くこととなった。若干二十歳にして、越後の国主となった影虎であったが、しかし時折世の何もかもが虚しく思える、虚無感に襲われることがあった。かねてより影虎は、諸行無常の世界の中で、 束の間の富や栄誉を手にしたところで何になるといった激しい虚無感に悩まされてきたが、国主の座についた後もそうした感情が消えることはなかった。そうした遠征官からの救いを求めた影虎は仏道に傾倒するようになり、ことに美写門天を熱心に信仰するようになる。夢に現れた美写門天に啓示を受けた影虎は檻に触れて胸を焦がすのみへの連暴も捨て、 助食を断って、部の道に生きることを決める。将軍家によって、正式に守護職の承認を得てほどなく、北条氏康との抗争に敗れた関東官邸の上杉の政が越後に亡命してきた。官僚上杉氏は、長年小田原の北条氏の脅威にさらされ続けてきたが、ついに死状を落とされ、影虎に庇護を求めてきたのだった。県政は、北条氏を下してくれれば、 上杉氏の名跡と官僚の職を譲ると懇願し、これを承知した影虎は、北条氏との戦いの準備を始める。しかしその矢先、かねてより、信濃国にフレしシを伸ばしていた、武田晴信が、ついに北部を除く信濃の大部分を平定したという、知らせがもたらされる。北、信濃を取られれば隣接する越後も脅かされかねず、影虎は軍を率いて、 越神国境に位置する川中島を渡って、北品野に深く侵入するもの,の、春信の,の見事な地望によって、無残に敗退させられる。初めて敗北を味わわされ自身を見つめ直すことを、余儀なくされた影虎は、上落の機会に合わせて、臨済宗の古刹、大徳寺で参戦し、一つの悟りを得る。反差な雑念を捨て去ったその視界には、天と地とが八方無下に広がり、 己の精神が、悟る通りに至ったと確信した影虎は、雪辱を果たすべく、再び春信に挑む決意をする。越後に帰国した影虎は、川中島周辺を舞台に春信と、再三感化を交えた。道理と義を何より尊ぶ影虎は、自身と違って陰湿な作望も辞さない春信を、感悪の徒として嫌うものの、しかしその天性の軍裁は認めずにはいられなかった。 その戦略、戦術は、高知を極め、本陣記に記した孫子の文句に恥じぬものであり、かつて影虎はこれほどの敵に出会ったことがなかった。しかし、桶狭間の戦いによって、駿河国で政変が起こり、春信の注意がひとまずそちらに向いたことから、影虎は棚上げになっていた北条氏との戦いに臨む。関東に足を踏み入れた影虎は、北条方に組みする諸号を蹴散らして、 土涛の勢いで進撃し、巨城の小田原城をも包囲する。城を落とすまでには至らなかったものの、関東一円に部位を示した影虎は、鎌倉の鶴岡八幡宮で、官僚就任の儀を取り行い、上杉氏の名跡を継いでなお、上杉正虎と改める。やがて新官僚、正虎のもとに、武田勢が再び越新の国境を荒らしているという法がもたらされた。 王城と示し合わせての行動であることは明らかであり、正虎は官僚としての面目をかけた対戦を、挑むべく準備を始め、同時に宿敵、春信との間に私友を決する覚悟を固める。折しも病に倒れたのみを見舞った正虎は、のみに、これまでの思いを伝え、下遊の際に正室に迎えることを訳して出陣する。入道して新たに、信玄の宝豪を名乗った春信は、 再び、川中島近辺に陣を張っていた。川中島に到着したト虎は、ヤニワに敵の海中に陣を張るという大胆な戦法を取った。わざわざ七に飛び込むような真似をしたのは、武田方の油断を誘って重心一生の決戦に持ち込もうという意図からであったが、しかし敵も去るもので、信玄もそうした考えを鋭敏に察して、先陣を立て直し、戦況は、膠着状態に陥る。 しばしの睨み合いが続いた後に信玄は一計を案じ、別動隊を編成して、マサトラの陣を襲撃し、慌てて遜走してきたマサトラを退路に待ち伏せていた、本隊によって討ち取るという計略を立てる。大規模な別動隊を野獣に向かわせた信玄は、自身が率いる本隊を埋伏させ、追い立てられるマサトラを待ち続けた。ところが、仏業。 立ち込める農無を咲いて突如としてが安全にマサトラの部隊が出現した。信玄の混乱を干破したマサトラは密かに陣を引き払い、野員に紛れて武田軍の横腹をついたのだった。予想もしなかったマサトラの出現に武田勢は驚愕し、部隊は大混乱に陥った。狂乱の家中を一気かけで本陣に突入したマサトラは自ら博士を振るって、 信玄に切りかけ、信玄は過労時点軍配で防ぐものの、その切っ先によって肩を切りつけられる。やがて異変に気づいて引き返してきた別動隊が本隊と合流し、マサトラは退却を余儀なくされる。信玄の首を取ることは叶わなかったものの、累年の宿敵に一立ち報いた重足感を胸に、マサトラは越後に帰国した。が、凱旋したマサトラを迎えたのは、 のみの死だった。我が身の家宝を祈って、息を引き取った臨終の様子を聞くや、戦勝の喜びもかき消え、マサトラはアクセクと生きてきた、これまでの己の生を振り返り、すべてが虚しいもののように思われた。関東関連色、上杉家の名跡など、数多の栄養を手にしながらも、最愛の女性ただ一人をこの胸に抱くことは、叶わなかった。止めどなく、 溢れる涙を抑えることができないまま、マサトラはもはや手の届かぬところへ行ってしまったのみに思いを馳せた。本作には、信玄の名軍師として知られる山本勘助が登場しない。これは、明治期より歴史学に導入された実証主義の手法によって、勘助の主要な活躍が記された紅葉軍艦の史料的価値が疑われ、勘助の存在にも疑念が持たれるようになったためである。 海音寺は、こうした勘助が実在しなかったとする学説、もしくは作戦に参加する資格のない低い文言のものであったとする説を指示し、本作において勘助を登場させなかった。なお、山本勘助については、1969年の大河ドラマ版の放送中に発見された市川家文書や、2008年に発見されたマシモ家、所蔵文書により、 実在の人物であるという説が有力になっている。1990年に公開された角川春樹事務所制作のいわゆる角川映画。制作費は50億円だった。プロデューサーの角川春樹自らが監督を務め、上杉謙信役には1987年の大河ドラマ、独眼、龍馬サムネでブレイクし、当時最も期待されていた若手男優。 渡辺県を抜擢、巨額の制作費を投入し、合戦シーンは、カナダカルガリーで大規模ロケを行うなど、海外進出も見据えた、文字通りの対策となるはずであった。キャッチコピーの、この夏、赤と黒のエクスタシーの通り、上杉軍を黒一色、武田軍を赤一色に統一し、川中島の合戦を描くアイデアが、公開前から注目された。しかし、 1989年のカルガリーロケ中に、渡辺が、急性骨髄性白血病に倒れ降板、門川が、代役にと望んだという松田優作もドラマ、華麗なる追跡ザチェイサーのスケジュールの都合を理由に、起用できず、緊急オーディションで、江木孝明を代役に立て、なんとか、撮影続行、公開にこぎつけた。作品の評価は、人物描写が希薄である。 意味不明なシーンが多いなどの批判があった一方で、クライマックスの川中島の戦いのシーンでの全く合成を使わず何万ものエキストラが縦王無尽に動く迫力ある映像を評価するというものもあった。当時からせめて渡辺が謙信を演じていればという声はあった。2007年の日本アカデミー賞で渡辺が最優秀主演男優賞を獲得した際、 この作品を降板したことの無念とその後の苦労に言及した。バブル景気の頃に企業から出資を受けて企業の団体動員に支えられた前売り券映画と呼ばれる映画が数多く作られたが30社以上の出資を受けた本作は大英のトンコーと並んで前売り券映画の代表作と言われる。しかし400万枚もの前売り券が企業にばらまかれた結果 配給収入で50億円を突破して、数字の上では大ヒットでありながら、前売り券が金券ショップで叩け売られて劇場は換算としていたという。関連企業を通じて売った前売り券の総数は477万枚、または約530万枚ともされる。配給は当初投方予定だったが、配給不立をめぐり商談が決裂。角川が、 東映社長の岡田修に依頼し、東映洋画部に変わった。角川と東映は一度決裂しており、東方も角川がまさか東映に話を持ち込むとは、考えず、強気の契約に出たのが裏目に出た。配給不立は角川85、東映15である。角川は、岡田に前売り券を500万枚売る。そのうち、東映で100万枚引き受けてくれと要求したという。 制作費50億円のうち、宣伝費に角川側が15億円、東映が7億円を負担した。単純計算で、前売り券だけで、廃二25億円となる。廃給が東映に変わったことで、東宝の1990年夏の上映ラインナップに穴が開くこととなり、東宝がフジテレビジョンに相談して、急遽代替の企画として、タスマニア物語を完成させ、 大ヒットさせた。劇中で、上杉謙信役のエノキが使用した甲冑は、2007年の大河ドラマ、風林火山で同役を演じたガクトが、自身の曲、リターナー闇の終演のミュージックビデオの中で着用している。天と地とから NHK で放送。放送期間、1969年1月5日から12月28日、全52回。天と地と、 霊明編、日本テレビ系列で放送。放送日、1990年4月20日。天と地とテレビ朝日系列で放送。放送日、2008年1月6日。石川県により漫画化された。映画版公開時には角川書店のメディアミックス戦略により、表紙カバーを映画の映像を利用したものに変更して発売された。映画版とのタイアップで発売された。 戦国シミュレーションゲーム。開発人の当時の代表作、シュバルツシルトのシステムがベースになっている。独特のシステムとして、剣信がビシャモン天堂にこもり、寿命を削ることで戦力を上げるなどがある。ゲーム音楽は映画版の音楽を手掛けた小室哲也の楽曲をもとに、開発メーカーの音楽担当がアレンジをしている。このコーデは便宜的に後世最も知られた。 謙信の名を用いているが、謙信が出家して、法号を名乗るのは1570年以降である。本作で扱われるのは1561年の第四次川中島の戦いまでであるため、作中には謙信の名は登場しない。また、足利義輝から返記された上杉テルトラの名も登場しない。すでに撮影済みだった渡辺の出演場面の一部に関しては、 逆光で顔の判別がつきにくいためそのまま本編で使用されている。天と地と霊明編に関するカテゴリー。ありがとうございます。